ルイ二世、男獣は、ナポリオ・ラディズラーを一世への対立王。イタリア5名では、ルイージ二世男女。ルイ一世、男獣とマリード・ブロワの子で、アンジュー公プロバンス博。父は、ナポリオーイを主張して、カルロ三世と争ったが、ルイ二世も同じく、ナポリオーイを、主張、1389年に、アビニョン対立教皇クレメンス七世によって、はじめ官を受け。 カルロ3世の子、ラディズラー王を追放して、ナポリを占領した。しかし、1399年に、ラディズラー王に、ナポリを奪還された。一方、フランスでは、いとこの国王シャルル6世が発狂、政権をめぐり、シャルル6世の弟オルレアンル類といとこの、ブルゴーニュコージャン1世が、対立、1407年に、オルレアン公が、ムコア公に暗殺され、 翌1408年に、ムコア公が、事件の自己弁護に努めた集会に出席した。翌1409年の、ムコア公とオルレアン公の維持、シャルル・ド・バロアの和解式にも立ち会ったが、あまりフランスの清掃に関わっていなかった。フランスよりナポリへ目を向け、一度挫折したナポリ王位を、なおも諦めず、1409年に、ラディズラオが、 ピサの対立教皇アレクサンデル5世と対立して、破門されると、代わりにナポリオに押されフィレンツェシエーナと手を組んで、ローマを占領していたラディズラー王を追い出した。1411年にヨハネス23世を擁立し、ローマを占拠したが、1413年にラディズラー王に反撃され、ヨハネス23世は逃亡、ナポリオーイ獲得は失敗に終わった。以後は、 妻ヨランド・ダラゴンの勧めで、アンジュの経営に、千年、千四百十三年に、ヨランドが娘、マリーを、シャルル王太子と婚約させたことで、フランス宮廷に近づいたが、千四百十七年に死去。長男のルイ三世が、アンジュ行為を継承したが、彼と、次男ルネもまた、ナポリの騒乱に関わることになる。アラゴン王夫案一世とルイ二世の重視にあたる王妃。 ビオランテの娘ヨランド・ダラゴンとアルルで1400年に結婚した。二人の間の成人した子供は次の通り。北原、P213、P214。セハラ、P232。清水、P82、P85。スチュアート、P183。セハラ、P242、P248。清水、P102、P103。 ありがとうございます。